よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし、可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。いや、ここで失敗しといてよかっただろ。拠点を作って。補給できる場所を作るんだったよな。その通りだ。実戦でも補給できる場所。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ。不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。ここに拠点を。これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。遅いぞ、貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。申し訳ありません。まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで V を狙って一気に倒しましょう。コニー頼んだからね。任せとけ。マルコお願い。了解。ダズ頼んだからね。私たち息ぴったりですね。ま、天才の俺がいるからな。コニー、さっきそれで突っ走って失敗しただろ。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。ハンデ協力しより多くの部位を破壊しろ。それでは始め。コニー頼んだからね。分かったぜ。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すと。奴らをまとめているのはあいつか。同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。
ります。おい、これ俺たち2戦いってるんじゃねえか。やれるぞ。きっとお前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ。中間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。さあ、ここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。やってやれ。ええ、最後まで頑張りましょう。兄、一人で突っ走らない。突っ走ってるのはあんただよ。この班怖いな。すごいな、お前周りに合わせるのが相当うまいんだな。ええ、私たちのことをよく見てますよ。本当だな、いい感じだぜ。確かに最初から任せときゃよかったな。なあ、ミカサも兄もすごい実力だし、もっと力を合わせれば。ミカサの方にその気があればね。兄の方にその気があれば。とにかく頑張ろうか。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。それで全力なのかよ。とろい奴らだな。ごめん、私足手まといになってるかな。エレン、何やってんだ。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃ、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと。とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。本気の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが兵士としての能力は個人の技術だけでは測れぬ。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。他の兵士との連携がより重要になる場合もある。それを実現できる素質を持った者がいるかを見極めるのが今回の訓練の目的だった。お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。こっちこそありがとうよ。連携って大事。実際今回はその件。
104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団。特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニースプリンガー、7番マルコボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イェーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン、席ミカサ・カーマン。以上10名。ただし実戦で能力を発揮できるかどうか。Yeah.
トーマスからどうぞ。ああ、俺はあれからエレンとアルミンの二人と交流する機会が多かったんだ。エレンの長所はとにかく根性だな。絶対に諦めない不屈の闘志を持っているやつだ。アルミンの長所は頭の良さと負けん気の強さかな。体力面の不安を補うために陰ですごく努力してるんだ。根性と負けん気か。二人とも訓練に対する姿勢とか考え方に長所があるってことね。うん、そういう長所なら俺たちも見習えそうだろ。それでミーナはどうだった？私はミカサとクリスタの二人と仲良くなれたかな。ミカサはどんな状況でも慌てずに自分の感情を制御できるの。ただしエレンに関すること以外はだけどね。クリスタはいつも周りの状況をよく見てる。仲間の動きにも気を配って。それってすごいことだよね。ミカサの長所は真似できそうにないけど、クリスタを見習うことはできそうだな。じゃあ次はお前だ。よし、今回の報告会はこれで終わりだな。話を聞いてすごく参考になったよ。私もみんなと仲良くなれて役に立ちそうなことをたくさん学べたかな。もう豚小屋に帰れなんて言わせないんだから。これからももっとたくさんの仲間。そうだね。よし、すげえじゃねえか。
やるぜ。なんお前はすごいよ。私は私の意志に従う。私は生き残るさ。王の近くで働きたいな。ありがとう。さすがに立体機動には慣れたけどよ、今日の訓練は結構きつかったな。おいおいお前ら、見てられなかったぞ。少しは俺の立体機動装置の扱いを参考にしてみろ。まあ俺にとってはあれぐらい余裕だ。おいじゃん、教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。うつえな。誰がうざいって。才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの。ミカおいエレン、また喧嘩してる。そんなことねえって。俺は親切だからな。エレンも。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。そうだな、それがいいな。人数が多い方がいろいろと教え合えるしな。エレン、怪我してる。すぐに手当てしないと。早く来て。はあ、こんなんかすり傷じゃねえか。おい、ミカサ。あ、立体軌道だって。そんなの今度でいいだろう。
やるぜ。負けない。見事だ。気持ちで負けたらダメね。負けない。もう。
兵士の責任を果たす。
私はエレンを守る。やったな。惜しかったな。お前なら10位以内に入れると思ったんだが。そうなの？10位以内なら憲兵団にだって入れたのに。だがまあ僅差だったんじゃねえか。お前なら上位10人と力量はそんなに変わらんだろう。教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは訓練せ。憲兵団に入らないって本気なのか、エレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは。死に急ぎ野郎のことはほっとけよ、マルコ。俺たちには内地でのやっとこのくっそ息苦しい前じゃあ内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。なんだと？じゃあもうやめろよ。俺が頭のめでたいやつだとそう言いたいのか、エレン。違うな。俺は誰よりも現実を見てる。人口の2割以上を失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄しておとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。得た情報は確実に次の希望につながる。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。俺は巨人を一匹残らず駆逐してこの狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。あ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。食べられるのは嫌。休息も兵士の仕事だ。ほう。やるわよ。
品が揃ってるよ。また来てね。何を作りたいんだ。
また来てくれよな。いい品が揃ってるよ。また来てね。見どころが何人生き残れるか。
人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロストクである。トロストクには中ドン兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間中ドン兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が効いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ、お前だけじゃない。皆さん、上官の食糧庫からお肉取ってきました。は？さすが、話が分かりますね。私の分は大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。私も食べるから。ああそうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？そうか、お前もか。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ、今行く。あれから5年経った。人類は